はいどうも、一平が批評です。ヒットマンズボディーガードの続編、ヒットマンズワイフズボディーガード見てまいりました。前日にね、ヒットマンズボディーガードを見直して、ああこれやっぱりいいコンビだなと思っていたんですけども、ヒットマンズワイフズボディーガードは明らかに前作に劣る出来栄えとなっていて、正直期待外れだったと思いました。というかね、楽しめた楽しめたんですけども、ある2つの理由でもって前作をね、超えることはできなかったなと、明確にできなかったなということで、今回は前作を超えられなかった2つの理由について解説レビューということで、個人的なお話をしていきたいと思います。まあ、ここからね、ちょっとネタバレありでお話していくので、見てない方はご注意ください。では、超えられなかった理由1点目が、話の推進力がよくわからない。ってことですね。前作はボディーガードが裁判の重要証人を裁判所まである時間までに護送するっていう大きな一本軸の推進力があったんですけども、今回はやれライアン・レイノルズの病気の克服だ、サミュエル・L・ジャクソンの奪還だ、 SP の資格の再発行だ、サミュエル・L・ジャクソンの奥さんの身を守るだ、届け物しに行くだ、父親と母親との過去との決別だ、不妊夫婦の葛藤だ、ヨーロッパを守るだと、こうコロ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 、その時点において目的が変わるので、あれこれ今なんでライアン・レイノルズ頑張ってるんだっけ、体張ってるんだっけ、命かけてるんだっけみたいな時間が結構あって、見ていて画面はねコロコロ変わるんで楽しいんですけど、あれ今これライアン・レイノルズ今どんな気持ち、どんなモチベーションなのっていう、ヨーロッパが崩壊してもライアン・レイノルズってそんなに困るのかな、ライアン・レイノルズってそもそもヒーローになりたかったっけ、そういうヒーロー願望あるんだっけみたいな細かいところが追い切れないというか、前作に比べると話の推進力が激弱になっていて、見ていて結構首かしげるシーン多かったなっていうのは感じましたね。で、二つ目。これがね、個人的には致命的なんですけども、二点目が、ボディーガードの個性が死んでいるってことなんですよ。これもね、ちょっと一点目と被るところがあるんですけども、僕ね、前作の何が好きかって、ライアン・レイノルズが終始ちゃんとボディーガードとしてサミュエル・L・ジャクソンを守ろうとしてるのが、いいなと思ったんですよね。もちろんね、守る守られるの立場が逆転する映画的に盛り上がるシーンもあるんですけど、基本はなんやかんやあるけども、ボディーガードとしての職務を全うしてるってことだと思うんですよ、この映画のいいところはね。で、サミュエル・L・ジャクソンに危害が加わろうとしたら、それを未然に防いだり、わー、ライアン・レイノルズ根っからのこうボディーガード気質やんけ、いやなんやかんやでボディーガードの才能ありそうやんけってのがかっこよかったんですけども、今作はその僕が前作で好きだと感じていた隠しきれないボディーガードの才能みたいな、溢れ出るボディーガードの才能みたいな素敵な設定がまるで生きてなくて、ただのアクション映画、ボン100のアクション映画に成り下がっちまったなと思いましたよね。ついでライアン・レイノルズの動機も、もう一度ボディーガードの資格が欲しいっていう動機も、果たしてどこまで機能してんのかっていうのがわからないし、あくまでライアン・レイノルズは誰かを守ることで能力を発揮するっていう要素がマジで弱くて、その部分を気に入ってた僕としてはかなり評価を下げざるを得ないなっていう感じありましたよね。はい、ということでね、まとめると、話の推進力がぐちゃぐちゃしてる、そんでライアン・レイノルズのボディーガードとしての才能を生かすシーンというか、その設定が死んじゃってるっていう2点の理由で、ちょっとね、前作下回っちまったなーっていう感じでしたよね。いや、もちろんね、前作同様、もちろんそれ以上に金かかってんなーと思う楽しいシーンの連続でしたし、主演2人、いや今回はちょっと3人なんですけど、主演の発するコメディ色と周囲のシリアス色とのギャップなんかも楽しめたは楽しめたんですけども、前作のこの映画ならではの良さはちょっとなくなっちゃったかなーと残念に思いましたね。ということで、少し長くなってしまいましたけども、ここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画、ヒヨでした。